うわお。皆さんこんばんは。リニューアルした島に遊びに行くコーナーなんだけど、前に来た時の原型を全くとどめてないぜー。ということなので、このトンマさんの新宝島が以前どんな風だったか、概要欄にある動画と見比べてください。見たら驚くこと間違いなしだぜ。入り口の様子がすっかり変わってるぜ。ジャンピング方式の入り口じゃないのね。こんちゃこんちゃ。今日は用務の服を着てないのね。さては用務役ということを忘れてるな。まあいいんじゃないか。それでは案内よろしくお願いします。なんだぜ。前回来た時は島の住民がみんな食べられてしまってたのよね。あれから結構時が流れたから前の時と違って平和な感じがするな。もう完全に復興したと見て間違いなさそうね。それでもまだまだ未開発だな。そうね、ちょっと雰囲気が寂しげよね。噴水広場を作ったにゃん。今まで、新宝島には噴水広場はなかったような気がするんだけど。一回作ったにゃん。私の記憶違いなのかな？島の旗がまだ血緑のやつね。確か最初に来た時は旗にニートって書いてたよな。その頃がなんだか懐かしいにゃん。あれは多分6月頃だったよな。島訪問の動画を撮り始めて5ヶ月も経過してるのね。なんか雑誌に私の特集が組まれてるんだが。その雑誌は未来から取り寄せてきたにゃん。近い将来マリサが雑誌に載る日が来るのね。雑誌のインタビューを受ける練習をしないとだぜ。なんか見えてきたな。ここは神社にゃん。ロボットと怪獣が祀られているわね。遠い未来には神の概念がこんな風に変わってしまうかもしれないな。こういう神様なら宗教で争ったりしないようになるかもしれないわね。ロボットや怪獣が神様になると妖怪たちはどうなるんだろうな。妖怪も進化してアンドロイドな妖怪だとか超巨大妖怪とか出てくるかもしれないわね。そいつらを倒したり説得したりするのは大変そうだぜ。ここの神社はとてもご利益があるにゃん。だからマリサもお賽銭してお願いを聞いてもらうといいにゃん。今日は奮発してセンベルだそうじゃないか。マリサが珍しく小銭じゃないベルを用意してる。早く登録者数千人に到達できますように。その願い早く叶うといいにゃん。化石が見えてきたな。こっちに博物館があるにゃん。でもなんかこの化石に見覚えがあるわね。こりゃまたすごい数の化石だな。化石コンプしているにゃん。博物館の中と外で2回もコンプしているんだな。これだけ化石を縦に並べるとカオスよね。ちょっと怖いよな。それじゃあ見て回ろうじゃないか。これだけ詰めれば並べられるんだな。一度は島に全部の化石を並べてみたいぜ。相当工事しないと並べられないと思うわよ。でもこの中にいるかつての王が島民全部を食べてしまったという歴史があるにゃん。あの王がまた動き出せば新宝島は前のような姿に戻るかもしれないわね。でも今は違う神様がいるからな。あ、チャチャ丸の家の位置は変わってないみたいね。レム君もビアンカさんも元気そうだな。ここは100年生き残った者たちの住む住宅街だったよな。あ、でも一人消えてるわよ。消えてるんじゃなくて神社に引っ越したんじゃないかな。私の家に案内するにゃん。最後に用務の家を見た時は確か。お邪魔しまーす。入ってすぐの部屋は初めに来た時と変わっていないのね。この部屋はお気に入りにゃん。この黄金のベンチに座るのはなんだか久しぶりだな。ここにマリサと二人で座ると当時のことを思い出すにゃん。あの時はいろいろ慣れていなかったからな。残念だけどいろいろ慣れてきた今でもさほど進化したとは思えないわよね。そうかな。動画に BGM がついたくらいじゃないかしら。もっと編集を工夫していかないとだな。この部屋は最初に来た時の新宝島の名残かな。最初に来た時は道が舗装されて道路のある綺麗な島だったのよね。奥はおしゃれな部屋にしてみたにゃん。あ、用務の前デザインがちゃんと飾ってあるじゃないか。確か太陽のタランチュラが。この部屋立ち入り禁止だったんだよな。まさかの紙袋コーデね。紙袋をかぶるとなぜ人は斧を振り回したくなるんだろうな。それは永遠に解けない謎ね。1号さんの写真でも見るか。何が書いてあるの。好きな言葉が必殺技。マリサ早くジュン君の好きな言葉を見ましょ。霊夢そう焦るな、写真は逃げないぜ。一期一会、一生に一度だけの機会という意味なのかな。これからもジュン君との時間を一生に一度だけのものと思いながら大切にしていきましょ。地下室は、にゃん。鍋の音がグツグツ鳴っていて美味しそうね。このスープはタヌキで出汁を取ってるからめちゃくちゃ美味しいのよね。タヌキ地を恨んでる人はぜひこの囲炉裏を設置してタヌキスープの味を堪能してほしいぜ。最後に、みんなー、じゃん。
ンネル登録お願いにょーん。また新しい場所ができたら呼んでね。新宝島の大改造待ってるぜ。もうもうもう。